松本社長、ちょっといいですか。どうした。あの松本社長って、まあ、伊勢丹の外商のカードとアメックスのブラックカード、まあ、両方持ってると思うんですけど、ぶっちゃけどっちの方が驚かれますか。あ、伊勢丹のハイブランドで働くスタッフ曰く、アメックスのセンチュリオンを持ってるお客様はそこそこ見るんだけど、その人たちでも外商はなかなかつかないって言ってたかな。でもアメックスのブラックカード持ってる人もそこそこ見るんですか。2万人に1人しかいないのにですか。まあ富裕層は伊勢丹とかで買い物する人が結構多いから、まあ見るんだと思うよ。あとは別のハイブランドスタッフは3年働いてて、アメックスセンチュリオンはたまに見ることはあるけど、外商カードは2回ぐらいしか見たことないって言ってたかな。わあ、そうなんですね。じゃあ外商カード持ってる人は少ないんですね。うん、まあかもしれないね。じゃあ松本社長的にどっちの方がすごいと思います。まあすごいはあくまでも解釈だから、定量的に比べないとわからないけど、外商カードを使ってる人の方が少ないことは確かだし、アメックスのブラックカードも2万人に1人だから、両方持ってて価値はあるんじゃないかなって思うよ。あ、なるほど、ありがとうございます。